電光掲示板には7時40分朝っぱらからの新宿行きの臨時列車、しかも15両編成というめちゃくちゃ長い編成の臨時列車がやってくるんですね。あれ、なんか臨時列車っていうんだからちょっと面白い顔をした電車が来るのかなと思ったんですが、やってきたのは至って普通の東海道本線とかで見る231系、グリーン車もちゃんとついていますが、一見するとどう見ても普通列車に見えるこの列車、正真正銘の臨時列車なんです。なぜかというと本日は山手線渋谷駅のホーム拡張工事に伴って山手線の内回りが一部で運休している日、10月の23日土曜日です。品川始発の臨時列車っていうのがそもそも珍しいと思うんですけれども、これ運転台のところにはちゃんと品川駅が一番最初に表記されていますね。この日運休となっていた区間が山手線の内回り、池袋から新宿、渋谷、恵比寿を経由して大崎駅、まさにこの品川駅の一つ先の駅までですね。まあ、なので山手線の内回りに加えて外回り電車とかも一部本数が少なくなってしまっているんですね。それだとあまりにも利用客の方は不便すぎるということで、 JR 東日本さんはこの品川始発、そしてこの列車の行き先は新宿行きですが、この間の臨時列車を運行することにしたんです。列車は結構ゆっくりなスピードでゆったりと品川駅を出発、上にはまさに京急線が走っていますね。この京急線のところをアンダーパスして先の方に進んでいきます。小笠原列車は新宿行き臨時列車、大崎、渋谷、終点、新宿の順に止まります。次は失礼しました、恵比寿、渋谷、終点、新宿の順に止まります。大崎は停車いたしません。次は恵比寿です。この4号車と4号車、5号車、グリーン車はこの列車グリーン車としての営業を行っておりません。ご乗車いただけませんのでご注意ください。次は恵比寿です。今車掌さんも間違えてましたけれども、この列車の停車駅がちょっと変則的で、これ品川駅を出発すると、あの臨海線、それからあの湘南新宿ラインなんかも停車をする大崎駅はこの列車通過をして次は恵比寿に止まるんです。恵比寿、渋谷、終点、新宿の順で停車を行うんです。湘南新宿ライン、それから臨海線に直通する埼京線も停車するのに、この列車が大崎に停車をしない理由、まあ、正確に言うとこの列車大崎駅に停車をすることができないんです。今ゆっくりと走行してますね。すんごい遅いスピードで前に進んでいますけれど、まさに今東海道本線とか、あとは京浜東北線の線路が左の下の方に抜けていくところですね。でそこの線路をオーバークロスしていって、でこの列車はこれから先めったに走行することができない、まあかなり珍しいルートを通って大崎駅横あたりまで抜けていくわけですよ。そしてまあここら辺はいろんな線路が通っている区間で複雑なので、一旦今見えている光景を整理していくと、一番左の方、この列車が走行する左側の方、柵の奥にあるのがこれ東海道新幹線ですね。まあこいつは別格でバンバンこの付近を通過していきますと、で今走っている線路が横須賀線の線路ですね。東京地下ホームを出発して品川あたりで地上に出てきて、ここからこの左の東海道新幹線と沿って武蔵小杉の方に抜けていく青と白色の電車が走る路線で、横須賀線の線路とは分岐をしてこの臨時列車は右側の方に抜けていくわけです。ここから先がめちゃくちゃ珍しいルート、ちょうどこれ横須賀線の線路と平面交差になっていて、横須賀線それから新幹線のハッピーセットは左側の方に抜けていきます。に対してこの珍しいこの路線は右の方にカーブをしていくんですね。ちょっと今ご覧いただけませんけれども、この列車が走行しているさらに右側には山手線の線路がこれよりもちょっと低い位置に走っているんです。なのでこの路線と山手線は実質こう高さは違うんですが並走するような形になっているんですね。もう皆さんもご存知かと思いますが、大崎と品川駅の間は山手線の中でも一番南側のかなり急なカーブになっているところなんですね。まあ、この路線も山手線と並行しているっていうことだから、このようなかなりの急カーブになっていてスピードは出せません。そしてなんか線路のあたりが青色っぽくなってきましたね。これはなんか補強されているのでしょうか。そして左側には駅が見えてきました。この左側、今埼京線が見えると思いますが、これが大崎駅です。
ただ大崎駅は地上のホームなのに対してこの路線は高架っぽいところを走っていくんですね。高架から地上に降りるような形だけれども、大崎のホームは地上に設置されているので、この路線は大崎駅を経由することができませんね。そして右の方にちょっと見えているホームがこれ山手線の大崎駅、まあ、こんな感じで左湘南新宿ラインや埼京線が発着する大崎駅と右山手線の大崎駅に挟まれるような形でこの列車は大崎駅を通過というかもはやかすりもせずに抜けていきました。そして大崎を出発した後は、まあ、何事もなかったかのようにこのように埼京線湘南新宿ラインなんかが走る線路と合流。そう、皆さんもうすでにご存知かと思いますが、この大崎駅あたりからずっと新宿池袋を経由して、で田端駅付近まで伸びているこの右側の山手線と並行して走るこの2つの今走っている路線は山手貨物線という線路ですね。貨物線っていうのに全然貨物列車走ってないじゃんと思われる方いらっしゃると思いますけれども、昔はこの山手貨物線都心の部分を貨物列車がバンバン走っていました。まあ、ただ旅客需要が増えて貨物列車を走らせる余裕がなくなってきたということで、都心を経由せずに迂回させる武蔵野線なんかの建設が始まって、で武蔵野線ももともとは貨物線 でそこを貨物列車がバンバンと走るようになって、この山手貨物線からは貨物列車が消え失せたと、まずそんな歴史を持っています。さあ列車は話題になっていた渋谷駅を通過、まあ、ここの湘南新宿ラインの渋谷駅のホームもだいぶ北側に移動になりましたからね。こうして見ると結構長いホームが続いているのわかりますが、今使用されているのがこの辺りからですね。そして話題になっていたのがこの左側のホーム、まあ、この左の山手線ホームも僕も何度も使っていたんですが、ホームがめちゃくちゃ狭かった。改良工事後は本当に見違えるほどホームが広くなってびっくりですよね。本当にこういう風に作業してくださる方々がいるからこそ、私たちは安心して公共交通機関を使用することができると本当にありがたみを感じますね。ですいません、ちょっと話それちゃいましたけれど、この湘南新宿ライン埼京線が走っている路線っていうのは山手貨物線です。でその山手貨物線の中で唯一列車がほとんど走んない区間が存在をしているのです。それが先ほどの品川から大崎間、映像切り替わってこっちの方が下りの埼京線が大崎駅に入線するシーン、こう大崎駅に停車する列車はこのように右側の線路、ホームが設置されている地上の方に入りますが、さっき乗ってきた線路がこれですよ。左上に伸びているルート、今まさに上成田エクスプレスが通過をしていきましたけれど、これこそが使用頻度の極端に少ない山手貨物線の品川から大崎の間の線路、これ成田エクスプレスが大きなカーブを描いて進んでいきましたけれど、定期列車で通過するのはこの成田エクスプレスのみなんです。成田エクスプレスの中でも池袋とか新宿、それから大宮を始発着とする列車のみがこの路線を走行していくといったわけなんです。ネクスも本当にへんてこなルートで新宿を出発したら、まあ、この青い路線ですね、今見えている山手貨物線をぐるっと回って東京まで行くのに、この山手線の南側をぐるっと迂回するようなルートで走行していきます。大崎を出発するとすぐに山手貨物線のさっきの路線は見えなくなって、このように、まあ、臨海線に入る列車は地下、そして両隣地上を走行していくのはこれ湘南新宿ラインの路線、そして正面には東京の車両センターと、まあ、こんな形の景色が広がっているわけですね。山手貨物線の大崎品川間を唯一定期列車で走っているのがこの成田エクスプレス、これ東京駅の映像ですけれども、この大船行きと大宮行きっていうのがあって、で大船行きの方はもちろん横須賀線の方に入ってしまうので、これ先ほどの映像ですね。でここでさっきの臨時列車は右側にカーブをしたと思うんですが、大船行きの成田エクスプレスはこの左側の方に入っちゃうんですね。それに対して池袋、新宿、それから大宮の方に行くやつはこっちの今臨時列車が走行している右側の方に入っていくといったわけなんです。まあ、今考えたらこの成田エクスプレスも新宿から山手線の南側大崎品川を経由して東京まで行くのもなかなかに謎ルートですが、今これ東京駅の総武線ホームを出発した新宿方面行きの成田エクスプレス、
まあ、こんな感じで成田エクスプレスはもうその名の通り成田空港まで行く列車ですが、東京駅から途中千葉県の桜駅あたりまでは総武本線を走行するんですね。なので総武本線の線路に入る必要があるので、わざわざこうぐるっと大回りをして東京駅の総武地下ホームに入って、そこから総武本線の方に直通をするといった形が取られているんです。まあ、でも新宿から中央線の線路を通って、でお茶の水秋葉原を通って東側に抜けることも、まあ、可能っちゃ可能みたいなんですが、ただ成田エクスプレスもまあコロナ禍で減便中、さらに早朝の方にやっぱり需要があるみたいで、そうなってくるとやっぱり早朝ラッシュの時間帯、新宿それから秋葉原間を走る中央線快速列車の、まあ、その路線に成田エクスプレスを組み込むのはまあ本数が多くてきついんでしょうね。またそこから秋葉原の方を抜けるのには転線をして中央総武各駅停車の黄色い電車の方に入って、でまたどこかしらで総武本線の線路に入らないといけないという、結構線路を行ったり来たりするルートが取られるので、結構その東側を一気に突っ切るルートは複雑みたいです。品川を出発すると臨時列車と同じくこの成田エクスプレスも大きくカーブを描いて大崎駅の方まで抜けていきます。さっきの臨時列車よりかはスピードは出ているみたいですけれども、ただ成田エクスプレスも結構この区間はゆっくり走行しますからね。成田エクスプレスの全列車が東京駅に停車している通り、おそらく東京駅から乗車するお客さんを想定しているんでしょう。これが新宿から中央快速線経由とかになれば、こっち東京駅に成田エクスプレスは入ることできませんからね。近くてもだいたいお茶の水とか秋葉原とかに停車をすることになるのかな。まあ、一方でこの山手貨物線の超絶遠回り経由だと、まあ、遠回りで時間はかかるけれども東京駅の地下ホームにちゃんと停車することができるので、まあ、その分お客さんをちゃんと拾えるんでしょう。でここで横須賀線の線路と分岐をしましたね。で成田エクスプレスも同じくこのように大崎駅の横で下ってきて、大崎駅は横をかすめることなく素通りしていくといった形になるんです。そして途中の目黒だったりとか五反田、それから原宿代々木あたりにはそもそもこの山手貨物専用のホームが設置されていないので、この列車は通過扱いといった形になるんですね。なので恵比寿、渋谷、新宿の順に停車と、埼京線湘南新宿ラインをご利用のお客様は3番線4番線ホームへお回りください。まあ、今度埼京線は8時32分快速の川越です。列車は終点の新宿駅へとゆっくりゆっくり入線。これ冒頭アナウンスでもあった通り、これグリーン車がこの日は開放されていたんですね。4号車と5号車一応グリーン車の車内には立ち入れるんですが、まあ、ただ乗車していいのかしてはいけないのか見解がこう分かれているようで、まあ、僕はちょっと怖いんで乗りませんでしたけれども、まあ、でも座席がねこうボックスシートのような感じであらかじめこう向かい合わせに設定されていたので、まあおそらく一般のその乗車券だけで乗っている人もそのグリーン車に着席することを想定して開放されたんじゃないかなと僕は勝手な解釈で思っているんですが、まあ真偽は定かではありませんね。いやー実になかなか面白いものを見ることができました。臨時幕のこの233系2日間もの間山手線が運休することなんて、いやもう本当今後あり得るかどうか分かりませんもんね。渋谷、恵比寿、終点品川の順に停車をいたします。大崎にはステーションをいたしません。大崎はステーションをいたしません。ご注意ください。発車表にはずらーっと臨時の表記がなされていて、30分に1本ぐらいの間隔で運転されていたみたい。これ大晦日の終夜臨時列車、終夜臨とかもこんな感じなんですかね。運転されるときは表示に臨時、臨時、臨時の文字がたくさん。というわけで今回は少し珍しい路線を走る列車のご紹介でした。ありがとうございました。